もしもし、真面目な相談なんですけど、結論から話すと、おばあちゃんが最近なんかお金をくれなくなったっていう話で、それがなんか、おばあちゃんの妹の娘の、おばあちゃんの妹の娘の娘が、のお父さんが、なんか、ニュースに乗るぐらいの交通事故を起こしたんですよ。で、死んだんですよ。で、それで、そっち側の、おばあちゃんの妹の娘が、おばあちゃんの妹の娘の夫の家族からいじめられてるらしくて、おばあちゃんがなんかそれで、かわいそうだって言って、なんか、家を買ってあげるって言ったらしいんですよ。おばあちゃんの妹の娘にね。で、その家を買うから、なんか私にお金をくれなくなったんですよ。いや、そもそもさ、何歳？は？いくつ？なんで言わなきゃいけないんですか？いや、何歳か教えてよ。私がですか？なんで？いや、そもそも何歳かによって状況変わるじゃん。25ですけど。いや、あなた二十歳でしょ？14歳だからふざけないで。だから21まで、ニートしてた、そのさ、俺が言える立場じゃないけど、二十歳超えて、おばあちゃんからお金もらおうって、頭おかしいんじゃないの？いや違うから、なんか高校の時に大学の入学祝いで40万くれるって言ったのに1万円しかもらえなかったの。いや、いいじゃん。1万もらってたらいいでしょ、それは。でも40万と1万じゃ違うじゃん。40万くれるって言ったのにさ、その1万だったらさ、買いたいものいろいろ考えてたのショックに決まってんじゃん。いや、それはさ、相手のさ、当時のその経済状況とかで大きく変わるわけだから、ね、買いたいものは自分で稼いで買うべきだよ。そもそも。しかも妹の大学費用も出してくれるって言ったのに、そのお家を買うお金のせいで妹の大学費用はなんかもう親が払わなきゃいけなくなったんですよ。いや、それ親で、払おうばのあち当たゃりん前とじゃん。約束をしていたんです。妹がもし大学に入るのであれば、こちらが金を出すと。いや、それさ、親が払うのまず当たり前じゃん。だから、なあ。うぜえ、おい。そもそ作っもてねえさ、から声。いや、そもそもさ、妹の学費はおばあちゃんが出してくれるって言ってるけど、じゃあお前の親は何してんの？親は保育士やってる。あとお父さん普通に働いてるよ。でしょ？学費ぐらい払えるじゃん。それなんでお前が怒んの？いちいち。だってうちにもお金くれなくなったんだもん。そういうことになるでしょ？だっいてや、そおの分私前、にお小遣いがなくなったわけじゃん。いや、お小遣いぐらい稼げよ、自分で。稼いでるわ、クソが。いや、本当に稼いでんですけど、ねえ、そあなもたそ知ってもるでしょ。さ、じゃあおばあちゃんからお金もらって、じゃあそれを何に使うつもりなの？貯金？なんか欲しいものがあひるかげら買うえよ、の？何が貯金だよ、バカが整形費用だよ。どこ整形しようとしてんの？目と、輪郭と鼻と額にプロテーゼ入れ、シリコン入れたくて、鼻はアイガトプロテーゼ入れたくて、あと小顔ボトックスもやりたいし、目頭切開もしたいし、目尻切開もしたいし、涙袋形成もしたいし、二重切開もしたい。40万じゃ足りないな。そう、だから足りないから普通に考えてたの。しかもなんででもそこまでして整形したいの？お前がブスブス言うからだよ。お前がバカにしてんだろ、一番。ふざけんなよ、いおや、自前。お前のせい分だがブスだから可愛くなりたいっていうこと。よ。でもさ、自分の生まれてくる子供とか見て、顔があんまり違ったら、旦那さんげんなりするし。いや、別にいいよ。でも普通に見せればよくない？写真なんて。てか別に子供がブスだろうが関係ないしね、うちには。はい。
子供がブスだろうがうちには関係ないっつってんの。私が良ければ全てよし、子供がブスだったらまた嫌だったらそれは自分が整形すればいい話でしょ。お前まずあの中身が問題であることをまず考えよう。だから外見が悪いからこんなにひねくれたの。あなたみたいな人が散々私の顔にディスるからね。顎が長いとかさ、目がさ、ホトハナみたいとかさ、意味不明なこと言うからさ、そうなるんでしょ。でもひねくれていくんだよ、どん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 ね。お前がよく語る経済のように変わっていくんだよ、私の顔も心も。事実じゃん、あくまで。はぁ、それは事実じゃねえから。事実じゃねえことも言われてんで、お前だってさ、事実じゃねえことどん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 タヌキに書かれてるように、私も顎が長いとか全然顎長くないの言われてんだよ。なあ、あの外見がじゃあ変われば内面変わるって信じてる？あ、それはでもあると思うよ。だって私なんて自分のことをすっごい可愛いって信じてた時代はまあまあすごい人気者だったしね。やっぱそれで、あ、自分ブスだブスだって思い始めてから人の悪口をまず言うようになった。人の見た目用の悪いところをやっぱ探すようにな、荒探しするようになって、やっぱそこからね、どん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 黒くなっていった、乳首と一緒に。はあ、いや外見よりもでもまず中身を整形した方がいいよ。だから、じゃあどうやってやんの？あんたがメンタルヘルスでもやってくれんの？私のさ、ね。いや、お前まずあのメンタルヘルスに行っても、あの大丈夫博士に改造してもらっても多分無理。誰大丈夫博士って？お前パープロに出てくる大丈夫博士知らないの？知らねえよ。はい？パワプロはやらねえんだよ。お前パワプロ、お前日本国民の義務だぞ、あれ。何言ってんの？義務じゃねえから。はい？てかお前のせいだからね、言っとけよ。私がここまでさ、ね、なんで俺のせいなの？まあ、お前のせいは言い過ぎかもしれない。お前のせいでもある。お前がさ、私のさ卒アルとか晒したせいでさ、なあ、うん、私の顔写真をなんかアイコンにしてさ、いろんなとこにコメントしてるやつとかいるわけでしょ、ね、そういうのどうなの？ね、プライバシーの侵害じゃん。なら訴えたらいいんじゃない？どうやって、あなたが売ってて私金ないんだから。だからじゃあその40万でだから訴えれたでしょ。だ金の、金だよ、お前、くそ。でもあなたさ、あの、4月から社会人になるらしいじゃん。何その言い方。社会人になるんだからお金あるでしょ、ある程度。社会人っていうの嘘です。え？アパレルに就職決まったんじゃないの？取り消しになりました。なんか普通にあのいろいろ内定のそのいろんな書類を出すの忘れてた。え、でももう内定式とか終わったんじゃないの？うん、行ってないよ内定式。ね、会うの？そんなの内定式って4月1日じゃないの？いや内定式は10月とかにあるよ。へえ。あっちゃー、それ入社式な、4月1日とかは。どうすんの？ふざけんなマジで。だからさ、そういうこと言うからうちの性格がどんどん悪くなっていくんじゃん。4月からどうすんの？ニート？フリーター？だからこんな必死にさ売名して配信のお金稼ごうとしたのにさ、ふわっちではさゼロコメント、ゼロコメント、ゼロ閲覧があったしさ。だからもうどうすればいいの？うちは。いやー、もういい仕事はあるよ、風俗。もう私には無理って言ったじゃん。あの西川口のソープ街だったらブスでも雇ってくれるよ。だから私はね、処女なの。ソープはさ、ねえ、テクニシャンが多い中にさ、処女なんか、処女のブスなんかがいても需要ないじゃん。え、大丈夫大丈夫、需要あるから。
ないよ。デリもある、ね、デリも。ブスの少女が需要あるわけないじゃん。デリある、ね、デリ。風俗のさ、ブスでもさ、テクニシャンなんだよ。まあまあ、確かにね。ねえ、配信してくれんのじゃあ。ミズニャンがさ、私がさ、風俗やったらさ。何言ってんの、君。君じゃないよ。ツンデレラ。え、でもなんか就職ないんだと、もうフリーターかすねかじりか風俗しかないじゃん。だから私はね、配信業をやろうと思って。いや、配信業なんか無職みたいなもんだよ。いや、だから金があればいいの。いや、まずさ、自分の配信の価値はいくらだと思ってんの？いや、私の配信結構、まあ、価値あると思うけどね。面白いしね。いや、いくらだと思ってんの？あ、お金にしてってこと？うん。まあ、5、6万？で、配信をどうビジネスに変えようと思ってんの？あ、それはね、酵素。やっぱ私痩せてるからさ、それを売りにしてさ、うん、私はこんな細いのはこの酵素をなんか飲んでるおかげですみたいな感じでやって、うんうん、ブログとか配信やれば、ブログやったらまあまあ見てくれるから、そのブログからいっぱいその酵素を買わせて、ね、女の子にさ、そしたら、いいな、私も細くなりたいみたいな女に買わせてお金を得る、うん、じゃあブログのアクセス数を増やすのにどういう戦略を立ててんの？だから、詐欺みたいなもんだけど、だから君みたいに、ブロゲン、ブログを見ないと、放送が見れませんみたいな。は？ブロゲンって言ってんのね。ブログを見ないと放送見れないって。じゃあどこのブログでやろうとしてんの、それを。クルーズ？デコログ？どっち？うん、やっぱでもデコログの方が良さそうな気がするよね。うん。で、何ヶ月ぐらいでどれぐらいのアクセス数見込んでるの？まあ1ヶ月で3万くらい。で、いくら稼げると思ってんの？3000円。違う？さ、まず一つ言っとくと、うん、ああいう酵素とかっていうのは基本的に歩合なんだよ。ああ。だから君のブログから、URL を踏んで、ああ。君のブログからこうバナーとかリンクとか踏んで買わないとお金が入らないんだよ。うん。で、それ不安定だけど、それ仕事にしていける？はい、うん、できるよ。で、だって私センスあるから。配信で5、6万だよね。で、ブログで3000円。うん、で、5万3000円、6万3000円で生きていける？生きていけるでしょ。上等だよ。なんで？6万5000円で逆に生活できないんですか、あなた。いや、俺家賃払ったら終わりだもん、ほぼ。もう家賃だってその1000円ぐらいのとこでいいじゃん。いや、この日本に家賃1000円のところって言ったらないよ。多摩川のいや、あるよ。土手の下ぐらいしかないよ。ね、だからその自殺とかが起こったとこを転々とする。そうすればやっぱ、あ、この人面白い人だなみたいな感じ。しかも無料でさ暮らせるわけじゃん。いや、この人こんなとこで配信したら面白い人だなって言ってやっぱ人来るからさ。いや、無料で住めるのは多摩川の土手の下だよ、あそこは。でも年功序列がめちゃくちゃ厳しいっていうことで有名だけどね。で、なんかそういうとこはさ、なんかほら、なんていうの、やっぱ昔のなんていうの、田舎の民家みたいな感じでやっぱ格付けされてるわけじゃん。まあそういうところでも2万3万かかるけどね。あ、そうなの？いや、そういう格付けがあるとこやな。ネットも繋がらない可能そしたらどうやってブログ更新できるの？どうやって配信やるの？それ教えて。電気代払うよ。
や、電気代払っても、そういうところってこう、電波もつながりにくいし、ネットもつなげるかわからないよ。え、じゃあ、ホームレスでいいかなーって思う。いや、ホームレスだっそたられどうやってか、ネットつなげるの？リスナーの家とか。リスナーの家、お前、正気で言ってる？まあ、じゃあ、リスナーの家にこう、365日泊まれると思う？思う。どうやって泊まるの？いや、私料理できるからさ、そういうところで奉仕するよね。やっぱそういうところの奉仕のさ、精神があるからさ。じゃあ得意料理は何？だから野菜炒めだっつってんの。まあ、野菜炒めでこう人の胃袋をつかめると思ったら大間違いだぞ。でさ、お前バカじゃねえの。ねえ、野菜炒めって何十万人もの人が好きなの。それで胃袋をつかむのが一番手っ取り早いんだって。じゃあ何？お前のさ、野菜炒めって他の人の野菜炒めとどう違うの？だから王将に似てるっつってんだろ、なんか王将他にの似てる人なんてこっの。てりじゃねえかよ。こってりだよ。油めっちゃ入れるよ。そんなの美味しいに決まってんじゃん。油が多い方が美味しいの、料理は。お前絶対あれだろ、将来結婚しない方がいいよ。なんでだよ。お前だって旦那さんがさ、ローン組んだ瞬間に旦那さんさ、じわじわ殺していくだろ、お前。え、旦那さんは見ずにあのことでしょ？いや、俺は違うけど。いや、旦那さん、え、言ってたじゃん。いや、俺言ってませんけど、一切。勝手なにんこう、でなんダかメな旦の那かさわんのかんな設い。定するのやめてもらってもいいですか本当ね。に好きなの？いや、ちょっとね、真剣にやめて、もうストーカーいや、で本当通報する。に好きなの？もうほんと。瞳を閉じればあなたがまぶたの裏にいることでどれほど強くなれたでしょう。あなたにとって私は蝶でありたい。いや、俺ね、あなたとね、一緒に暮らすぐらいだったら、ゴキブリ3匹と一緒に暮らした方が、よっぽどなんか幸せな生活ができる気がする。はあ？ゴキブリはペットだろうがよ、お前の。ペットじゃねえよ、ゴキブリは。私と一緒にゴキブリも飼ってよ。いや、お前さ、なんかさ、生物学のこう、ヒエラルキーの話しようか。俺、ゴキブリ、お前だからね。ゴキブリに捕食されるってこと？いや、ゴキブリにこう捕食されるっていうよりも、ゴキブリよりも下等生物だからね。はあ？何お前。俺から見たら。人を人として見れない人はさ、クズなんだよ。ね。どれぐらいのランクかっていうと、新野鳥と同じだからね。俺、ゴキブリ、新野鳥、ツンデレラだから。して見れない人は、人としてクズだって、私の座右の銘だ。いや、それは俺の価値観だから。だからさ、はあ、もうさ、小学校からやり直して。お願いだから、星になって。小学校で何の勉強したらいい、俺。道徳の勉強だね、まず。道徳の勉強か。でも俺、こう、中学、高校で倫理の授業、学年1位だったんだけど。は？何の授業だ？倫理。倫理？モラルの授業。モラルの授業が1位？そんなわけねえだろ、お前。お前がモラルが1位だったらどうなるんだよ。お前、やばいだろ。モラル1位なわけねえだろ、お前が。ふざいや、けんな、1位マなジんで。だよ、笑本当に。わせんな。モラルないじゃいや、モラルは、めちゃくちゃあるよ、言わせてもらうけなど。いじゃんって。ねえ、人をさ、ゴキブリ以下とか言ってどこがモラルあんの？いや、それはなんか、私は見僕ずのに価ゃ値は観だすごかい、もう本当に。ら。僕の一つの総意理見だ大から。臣より偉いと思うな。総理大臣より偉い。それはだって国民主権だからさ、総理大臣と、ね、国民だったらどっちが偉いかって言ったら、まあ、日本国憲法でこう定められてる通り国民は偉いからね。そう。じゃあ私も総理総大理臣大より臣と偉同いじじゃん。だから。いや、あなたは、いや、ちょっとあなたはちょっと。で、そういうとこだよ。人としての部分。ね、人としての部分がなんか欠如してる、あなたは。私なんかあなたに悪いことしました。ね。ストーカー行為。いいじゃん。ストーカーされてるうちが花だと思いなよ。今、SNS とかネットストーカーって摘発対象らしいよ。はあ？私を告訴すんのか？いや、告訴をちょっとしてもいいかなとはちょっと思うなんでだよ！なあ。ね。怖いもんだって。
怖いのじゃなくて、私が怖いよ、そんなの。いや、こっちはだって拒否してんのに、好き好き言われたら怖いって。だからさ、そんなのなんでじゃあ気持ちを抑えなきゃいけないの？自分の中にある好きって気持ちをどうやって抑えろって言うわけ？ねえ、しかもなんか苦しいよ。配信中に言われてもネタとしか思えないし、あとは配信外で言われたらストーカーだし、配信外であなたのこうスカイプも取りたくないし連絡もしたくない。なんかリストカットとかやめてね。だからしてないじゃん、そんなこと。ちょっとだからさ、なんでさそういうこと言うの？配信外ではさ、ちょっと撮りたくないとかさ、そういうこと言うからさ、私はどん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 さ、私の中にある自信がなくなってさ、こんなにクズになっていくわけなのにさ、君はそうやって他人事のようにひどいよ。それは人のせいにしたらダメだよね。だって人のせいにしたらダメでしょ、それは。だって自分の心の持ちようが悪いんだから、全て。だからじゃあどうすればいいって言うの？いや、次の男に切り替えろってやつだね。だからそんなの無理じゃん。なんで自分がそうやって言われる立場になったらどう思う？うん、でもなんかいいなと思って、いいなって思う。それもだって、それ俺は切り替えるね。思えない。だって私は私なの。私は私とはぐれるわけにはいかないから、いつかまた会いましょう、この日はさよなら恋心よ。一つ言っていい？何？あともう一つ思い出したけど、内定の書類を出し忘れた人は無理だわ。なんで？だってもう注意がまずさ、注意力が足りないもん。ね。で、そういうのって大事な書類なわけじゃん。そう、大事な書類を出し忘れたって言ってヘラヘラしてる女の子とかまず無理じゃない？注意力が欠如してるからね。無理だね、それは。出さす？うん。いや、むしろあなたはどうしていくの、この後の人生を。無理だ。いや、そもそもさ、僕のことを好きとかさ、僕に付き合ってってでも言うけどさ、自分のことだってちゃんとできない女性をさ、男性がさ、付き合ってくれると思う？で、結婚したい結婚したいって言うけど、結婚ってだって相手の人生を背負うものでもあるんだよ、うん、で、子供ができて子供が生まれたらね、子供の人生だって背負っていかなきゃいけない、守っていかなきゃいけないのに、そんななんかその注意力がこう欠如してたら、いつこう大事故に巻き込まれるかわからないじゃん、うん。だからまずなんかそういうところから一個一個こうなんか変わっていって、で、その上で相手に対して好き好きっていうのが一番じゃない？いや、俺も人のこと言えないよ。26でこう大学生やってるから人のこと言えないし、しかも YouTube とか配信というまあ不安定な仕事もやってるからっていうのもあるよ。じゃあ私は今人を好きになる資格はないってこと？いや、人を好きになる資格はあると思うけど、そんなにこう先のことを考えて相手にこう求めるのはちょっと違うと思う。で、まだこうあなたの場合まだ若いでしょ、二十歳でしょ。
だから二十歳じゃなくて十四だって言ってんじゃん。まあ、20歳じゃんだよ。嘘つくなよ、ほんとに。20歳だったらこの先ね、もっとなんかいい人も見つかると思うし、で、そっちの方が俺は絶対にいいと思うんだよね。そういうこと言っても絶対諦めません。諦めようとして頑張っていろいろ言ってるのかもしれないけど、本当に諦めないから。一生つきまとう。ちょっと怖いんですけど。ちょっと怖いんですけど、マジで。